6月から続く豪雨の影響によりパキスタンでは大規模な洪水が多発し甚大な被害が発生しています。現地で支援を行ってきた国際医療ボランティア団体アムナのメンバーが帰国し活動を報告しました。浸水したところから水を汲み取ってきてそのまま飲んでいるっていうのも、結構な衝撃がありました。報告を行ったのは国際医療ボランティア団体アムダの調整員池田隆さんです。池田さんは先月20日からおよそ2週間現地で食料の配給などを行いました。洪水で家を失ったたくさんの人たちが道路脇にテントを構えて住んでいます。パキスタンでは6月から続く豪雨によって川が氾濫し死者1700人、被災者3300万人以上という深刻な水害が発生。住む場所や清潔な水の確保が難しくマラリアなどの病気も流行しています。今も水が引かない地域が多くある中まずは現地の状況を知ってほしいと訴えます。一人一人がまだ大変な状況にあるということを常に頭の中に入れて、できることを些細なことでもいいのでやっていくということが大事かなと思います。アムダでは現地の団体と協力して浄水器を届けるなど今後も支援を続けるということです。